いや、教わりたいって言ってた。いや、でもね、俺、マジで、いろんな人にイベントのたびにこう、まあ、教えるじゃないけど、まあ、やっぱ、やってる分さ、教えれることは多いわけじゃん。俺は、バロラントに関しては。で、いろんな配信者とかの人に教えてきたけど、あ、センスやばいなって思ったのは、まあ、ボビー。ボビーはマジでやばいやん。で、次、シャルさんやね。すごかったよ。1位って10理解してたもん。全然 FPS もうまい。あれやね。打ち合いが強いとかじゃなくて、アビリティがマジでやばい。で、ボビーはどっちかっていうとアビリティとかじゃなくて、その、なんだろうな、爆破における、55FPS における動きのところが、まあ、うまかったよ。で、シャルさんはどっちかっていうともう、アビリティ関連だよね、もう。くっそうまかった、マジで。わあ、その動きは多分、ダイヤの人でもできないな、みたいなの普通にしてたもん。キルジョイをよく使ってたんだけど、キルジョイのウルトって、まあ、いっちゃ分かりやすいやつならリテイクやん。リテイク、攻めにのきっかけにするとか、使い方をするんだけど、来させないウルトの置き方っていうのがあって、例えば今、B 側攻められたらやばいなっていう状態の時に、ウルトを置いたら敵って、その入る前だったら、これちょっとウルト待とうってなるじゃん。無理やり行くか、まあ、ちょっと待とうの卓になるやん。そう、時間稼ぎができるわけやん。で、俺そんなこと一つも教えてないけど、その時間を稼ぐ、その耐えるためにウルトを切った時に、あ、この人天才だって思ったわ。設置後にギリギリで、いや、そこじゃないね。俺が覚えてるのはアセントの B だね。来させないためにウルト切ったんよ。あれマジ天才だね。一応 B いますね。反応した。来そう来そう。まだ入ってない、まだ入ってない。3人ぐらいいた、3人ぐらいいた。ナイスルト、ナイスルト。あ、下がる、相手。ウルトッといた、ヘブンから。1ワン入れた。1いないかな。ナイス !2 人持ってた。いないいない、メイン、オールメインこれ、オールメインだ。あ、これ、わかんない。ゆっくり来るな。ごめん。あー、ナイス、ラスト。いる絶対いる。オペ拾ってほしい。オペ拾ってほしい。金。なかなかその使い方ができる人は、てかに、イモタイでもいないね。そんなに。なんで切ったかっても、その、今、その、自分が守ってる B 側に攻められたらやばいっていうのを直感で判断してウルト切ったよね。そういう動きはもう、なんか、天才やなって。アビリティがあるから起こりうることだしね。いや、とっさにウルトはね、多分ね、初心者の人だったら、いや B やばいな、サイトに飛行、まあ、上手い人でも、まあ、リテイクにするかっていう悩むところだったと思う。そこをわざとサイト内にウルトを置いたのを見て、ああ天才だなって思った。その卓が出るかっていう。いやだからゲームが上手い人はその1個が上手い人って何でも上手いよね。1個だけじゃないよね。そういう使い方はねマジでねできないよ普通は。いやそうそう、相手の嫌がる使い方って言えばいいかな。ああいうのはねマジでセンスがないとできないね。ボビーもそうだね。その2人がちょっと突出してたな。バロのイベントいろんなの出たけど、理解度で言ったら、理解度っていうかセンスで言ったら2人共通しての初心者枠っていう枠だったけど、初心者じゃなかったもんね。だからシャルさんにバロやってほしいよね。よし。